こんばんは、元男の子の青木かのんと渡です。今日はなんと、ちょっとテンションが追いついてないから、今回はですね、なんと開店前に台東ステーションさんにお邪魔しております。イン宇宙クルル店さんに来てますだからあのテンションが慣れてないんだって。なんと見ての通り、こちらにはたくさんのクレーンゲームがあります。何台ですか？なんと世界最大級の794ブースあります。先ほどから見えてますが、今回は1万円を使ってお互い5000円ずつ、どっちが多くクレーンゲームで景品を獲得できるか対決してまいります。よし、じゃあこの1万円札を両替します。はい、よっ、重いね。すごいね、変わったね。いや、わざとっぽいからはい、100円玉をですね、あの100枚1万円分両替しましたんで、これを今から使っていきます。すごいね、初めてだよ、1万円分の。ちょっと重さを実感。おー、重くない？頑張っていきます。頑張ります。でも私もう本当にクレーンゲームマスターだからね。はい、じゃあ行きましょう。最初私がもうやりたいやつ決めてるんですけども、うまい棒取ってもいいですか？うまい棒、あっちにあんの。てかすごいな、やばくない？コストコの買い物だよ。コストコだよ。さっきねチラッと見えたから、これはもうやるしかないと思って。すごい、うまい棒が吊るされてる本当だ。したら先行後攻じゃんけんやっていこう。はい、じゃんけんピじゃんけんピじゃんけんピ。したら先行でいきます。はい、お願いします。じゃあ青木さん、記念すべき1回目です。はい、頑張ります。かっこいいとこ見せてください。はい、100円で5回できるんだ。え、やばくない？すごい、5回もできるの。うん、でいきます。こことかめっちゃチャンスじゃん。はい、え、これいけるじゃん。お、コンポタがいける。丁寧に運ぶおめでとう。いきますよ、2回目。いいでしょう。これさ、もう1個ずつだからめんどくさいと思う。いっぺんに行きます。まとめ取りね。お、すげえ。え、でも今んとこ100発100中だからねしたら、ここをこうやって引っ掛けていくんですよ。こうやって押し下げるの、下にこうやって。おー、下が落ちていくから。支柱だけは立派だね。そうそう、これ。あー、ほんとだ、すごいね。あー、落ちそう、落ちそう。すごい。あー、すごい、大量だ。ね。ダメ？ダメでしょ。あと2回。はい。わかったわかった。このね、青を取りたいんだったら、この真ん中に青を必ずしも、あー、なるほど、ね。そう、あの、やんなくてもいいの。このアーム右に、ちょっと。そうそう。うわ、すごい。あ、一本だけ落ちたね。青じゃなくて黄色が落ちた。え、これさ、渡くん、私に勝てんのかな、これ。まだ2本しか取ってない人に言われたくないんだけど。いやいや、3本ですよ、3本。あ、3本か。はい。で、これで4だから。うわ、いっぱい取れてるね。あはい、ということで、とりあえず青木の一発目は、3本取りました。この右側のブースで。しっかり決めます。はい、基本ね、あの奥からこう崩すのがポイントだから。あ、そうなの。そうそう、私手前から行ったけどな。山かけみたいな感じ。ほら、いやいやいや、惜しいよ。恥ずかしいね、やっぱ手前だよね。まあこの辺3本ぐらいいけると思う。あ、すごい。え、待って、よっしゃー、3本いった。3本。あ、4本。え、やばい。え、もうやばい。負けじゃん、うち。まあ、あとは着実にポイントを稼ぎます。え、うまくない？え、なんですか？めっちゃうまいですけど。やばい。やばい。嬉しい。え、え、また3本？ 7本目です。あれ、私、結構取れてると思ったけど、案外取れてない。え、あと2回あるじゃん。うん、余裕なんだけど。いやいや、余裕じゃないでしょ。今のありっすか。うわ、すごい高等テクニック。何この取り方。高さずりキャッチ。やば、なんかイタリアっぽい。クレーンゲームマスターだから。うわ、すごいす
ごい。え、10本私10対3 10本取りました。え、すごいわ。ちゃんと元取ったね。元取りました。はい、ということでここは青木の敗北ということで、はい、じゃあ次行きましょう、はい、行きましょう。え、したらさ、青木負けたじゃん。私がさ、チョイスしていい？あ、いいよいいよ。ピカチュウ取りたいんですね。ピカチュウ、キモくない？でかっ。でかいし可愛いね。めっちゃ可愛いよね。てかこれ100円で1回できる。そう、100円で1回できるんだよ。やばくない？普通2回200円じゃない？そうだよ、もう台東さんは最強っていうことですよ。したらもう1回先行後攻じゃんけんですよ。まだやんの？え、いいの？じゃあ私からで。あ、いいよいいよ、だって負けたじゃん。いいよいいよ。いきますよ。ピカチュウ、これは真ん中行っちゃいけないんですよ。へえ。この右アームをこうやってクーッて下に押し付けるの。わあ、なるほどね。あっ、じゃあこれ3回勝負にしよう。これ、うん、2回目。はい。え、しまって、どうしよう。同じ戦法行きダメだからちょっと。次ラスト3。お兄さん、すいません、やっぱりヒントください。ずるい。これを取りたいんですけども、はい、今どんな感じになってますか？そうですよね、やっぱりなんとなくそういう気がしてた。まあ、スペシャルアドバイスをね。はい。え、これをそうですよ、こう、ボートの隙間に縦にして。あ、違います。こう置いてほら。え、こう置いて。不正か。あ、いいです。こう、ほんと、もうちょっとこっちやってもいいですし。え、これ実際にこれはフェアなんですか？店員さんにこうやってお願いしたらやってくれることもあるんですか？あ、もちろん。え、すごい、台東さん。めちゃくちゃ取れるじゃん。行ってみましょう、ラスト3回目。ラスト、ピカチュウ。じゃあ行きますよ。これは、もう一瞬、もうちょこんと押すだけで、これで尻尾となんかここに入れて、こうやる。こうですよ、こうですよ。はい、行きますよ。はい、なんか違う、なんか思ったの違う。はい、なんかね。あ、いける、いける。起こしてあげるのを手伝って感じ。あれがあれでしょ、各国取っちゃうパターンか、俺が。え、なんか違う、なんか違う、私が思ったの違うやり方。え、まさか。はい、おお。どうしたんですか？頭を持ち上げて、ケツを落とす。はい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 。え、あ、マジか。あと100円あったらいけた。じゃあこれじゃんけんタイムいきますか。欲しいのね、ピカチュウ。うん、欲しい。じゃんけんで最後のラストチャンス、うん、いきましょう。いきましょう。さすがに取れないとやばいから。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうです。シャッ。あ、俺スコープに入った。お、かっこいい。スコープって言いやがった。いけいけ、ライチュウ。ライチュウじゃないんだな。よし、じゃあ行きますよ。ピカチュウ。でも俺とさっきやり方一緒だよね。え、ちょっと待って、敵を頼んだ。分かった、もう取る。ここまで来たら上げるんじゃなくて押すん。違います。まだ、まだ分かんない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 。ああ、ただね、どっちかのターンで勝利が決まるからね。これ私だったら私の勝ちですから。もうサドンデス戦ですよ。で、こうですよ。あ、やばい、想定外。あ、もう押すだけだから、あと店員さんに思ってるよ。これで OK だと思う。おめでとう。マジで可愛いピカチュウゲット。やば。イエーイ。これはカノンさんに差し上げます。いいんですか？いや、もういいですよ。飾れます。イエーイ。いいよ、これ。可愛い。やった。これ私の勝ちの分。いや、それは違う。あ、それ違う。勝敗は俺。
ものはあの。ものこっちだけど。そうそうそう。それじゃあ三回やっていい？うん、いいよ。これ取ったら防備にグレンカを私が裏声で歌ってあげるよ。グレンゲで。グレンゲっていうのあれ？グレンゲ。あ、ごめん。さあ、おだるくん第一投目。すごいな。めちゃめちゃ人気だもんね、今ね。いやもうそうだね。え、待って、一発だと思った。え、お兄さん、これはコツとしてはもう斜めからストーンって落とすって感じですか？そうですね、これも狙い方としてはぬいぐるみと同じような感じなんですけど、はい、横向きにこうどんどんしていきながらボーンと落とす。この左角をじゃこっちに持っていくみたいな感じですね。そうですね、左側でこうグッと引っ掛けて。あー、なるほど、そういう感じか。はい、頑張ってください。2回ですよ、渡るくん。あ、おきかのグレンゲ待ってるよ、裏声で。はい、これちゃんとお兄さんの言うことを守んなきゃ。はぁ、そしたら青きかのんがやります。まずこの左下あるじゃん、左角、はいはい、ここをこうずらすんですよ、はい、だからこれをこうやってやって、はい、ほんとちょびっとでいい。で、そう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 、オッケーオッケー、いい感じいい感じ、うん、こんな感じなんですよ。っていうことで2回目いきます。青木かのんのグレンゲ。そうそうそう、いい感じ。さっきのここね、透明のアクリルに引っかかってしまったから、はいはいはい、それちょっとこっちにこう真ん中寄りに少しだけ奥に入れます。入った入った。ちょっとずれたね。あれ、元男の子会のリサって言われてたの。おい、やめとけ。さあ、ファーストテイク、私出なきゃ。え、これやばい、ごめん、これちょっと無理だわ、私ダメだ。うわ、すごい、取れそう。あ、惜しいねとか。変えましょう、台。いや、これしか取ってないからね、私たち。いや、私たちじゃなくて、これ、ほとんど俺だからこれじゃあ、次、どこ選ぶ？いいよ、選ぶ。あ、いいの？いいよいいよ。ご当地のカレー、牛タンカレー。え、待って、これいいじゃん。吉野家。吉野家の缶詰。じゃあこれ私取りますよ。あ、やりましょう。一応ここで私が取ったら、うん、この点ではね。うん、イーブンだ。じゃあ行きます。100円ワンプレイ。ちょっと。いけるかな。ほら、あ、これいける。これいける。これは3回にする。うん、3回。これはいけるよ。え、待って。え、待って。ちょっと違う。なるほどね。別の行こうとしてる？いた。あ、そういうことね。よし。ね。戻っておいで。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。いや、でも牛丼食べさせてあげたいからさ、必ず取るよ。取っちゃったら私罰ゲームほぼ確定みたいなもんじゃん。もう優しくね、無理させず。あれ、お、お、なんかすごい。最後ね、これやろう。どれ？やっぱ牛丼取ろう。精神統一しております。あ、やばい、ミスった。わかんないよ、まだ野球は2アウトからだ。あ、はい、じゃあ青木が取ります。これはね、もう見えましたよ。いた、これいた、いた、ほら。おっと、おいしい。さあ、取れるでしょうか、吉野家の缶詰。これは、はい、多分ね、下に押し下げるんだよ、これを。え、これないね。これダメですよね、あの斜めにして取るんですよね。そうですね、丸いんでちょっと引っかかりにくいんですけど、まあ、前の方を引っ掛けてもらうと、はい、奥がギリギリなんで、こう上げてもらうと後ろが外れて、そのまま落ちる。あ、なるほどなるほど。手前ね、手前。そうそう、手前です。お、怖っ、ちょっと待って、怖い。あ、
います。続ける、うん、でもここまで来たら悟ったわけない。青木もう一回やっていい？おう、どうぞ。これ私に取らせてよ。頑張って。この一発で取るから。もう一回やり、いける、いける。寒いですね。缶詰に1000円ぐらいかけてるけど、うん、プレミアム牛丼じゃん。前より多くのが狙いやすいと思う。ちょっと抜き、逆に一緒に。もういいですか、あのルールの範囲ですか。あ、笑顔がいい。よし、ありがとうございます。あのちなみに順番、私取りたいです。私取りたい。いいよ、行こう。頑張って。わかった。え、待って、なんか違う方向に行ったぞ。わ、ちょっと待って。あ、やばい。いい、いいよ、ガンガン行こう。もうこれで行く。あの押し出し大作戦。よっしゃ、やった。プレミアム牛丼だ。取れました。さぞ美味しいんでしょうね。非常用保存食。非常用でした。いいじゃん。あ、はい、一応おめでとうございます。ワンカウントですから。何これ、意味わかんないんだよ。うわー、すごい。やった、いけんじゃねえ。これ落ちるでしょ、ほら。わー、おめでとう。300円で残りゲット。